今休憩中にさ、素敵なものを見つけていっぱいあるんだけれども、このね、よいしょっと、あーバラバラになっちゃった。違うところの取ろっか。よいしょ、ここか。トゲがあるから気をつけてさ。わわわ、またバラバラになっちゃったね。この草イチゴというか、ヘビイチゴだかなんだか、いろいろ喋り方あるけれども、よくわかんないけども、このイチゴと呼んでるやつ、甘酸っぱいやつね。切れはないからね、食べるけど、うん、甘酸っぱい。完熟だからバラバラこぼれちゃうんだよね。よいしょ、ここにもあるな。もうちょっとごめん、痛い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 、トゲトゲあるからね。ね、これね、こいつさ、小さい時、まあ俺今36なんだけども、大体30年前、子供の時はお墓参りの時に墓のそばに生えてたの。それを食べるのが楽しみでさ、墓参りについてってさ、ね、これが食べるのが楽しみでだったんだけども、今7月の21日なのさ、今日で、もう完熟してバラバラになってしまうという。つまり昔はお墓参りの時8月15日に食べてたものが、今4月21日に取れてると。毎年こんな感じだ最近。だからここ数年ね、あの墓に行ってもこの草は生えてるの、イチゴは生えてるのさ、ね、なんだけれども取れないんだよね。毎回毎回さ、昔を思い出して取って食べたいなと思っても取れなくて、で今やってる畑の土手に生えてるから昔を思い出して食べてるんだけども、やっぱりあったかくなったんだろうなと。雪も少なくなったり、まあ多い年もあるっちゃあるけども、なんか暖かい日も増えたし、気温も高いし、春先早く雪解けたりとかいろいろあるからさ、やっぱこういうところからやっぱりなんか季節変わってきたなっていうのは実感する。植物に関して考えればさ、やっぱり地球温暖化なのかなと。まあ陰謀論とかもあるけれども、とりあえず暑くなったと思うよ。植物収穫が早くなったりしてるもん、こうやってね。作業してる日もさ、変わってくるしさ、痛いね。で最近思うんだけども、セミがうるさくなった最近。セミね、あちこちビー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 鳴いてんだけど、昔ね、10年前静岡行った時すんげーうるせえなと思ったのよ。青森こんなうるさくないのにと思ったんだけど、今青森うるさくなってきたなって。やっぱり暖かくなってきて、そういうなんか南の方のセミとかが増えてきたのかなってさ、動画撮影しててもね、入ってる音声がうるさかったりして、うん。でなんか静岡の時を思い出す。車に乗ってればね、昔青森はね、セミの音、セミの声とかね、全然気にならなかったんだけど、最近車乗っててもうるせえなと思うから、やっぱり変わってきたのかなって。生き物と植物見てて、あとは農作業してて、昔はこの時に取って食べれたものがなんか早くなったなってさ、そういうことがやっぱ増えてきて、雪も降るのが早くなったりで、溶けるのも早くなって、まあ、もしかすれば時期がずれてるのか、温暖化ってだけじゃなくてね、そういうことなのかなって。まあ、このキャベツは去年の残りなんだけど、結構大きくなってるな。うんうんうん、まあ、これ脱線したけども、なんとなくさ、やっぱ温暖化というか気候変動というか、やっぱ時期が変わってきたのかなって思う。でそうやってずれてきてるんだったら、やっぱ変えていかないとね。植えるものとか作業する日とかを早くする、変えるっていうのをやっていかなきゃいけないなっていうのを改めてやっぱり思いました。特にね、やっぱり30年前子供の時喜んで食べてたね、お墓参りの時ね、俺の兄貴がさ、生まれる前に死んで、そのお墓しかなかったのね。だから兄貴のね、水子の兄貴の墓参りで行った時にこれ食べるのがね、その時はその兄貴がどんな子なのかよく分かってなかったけども、それをこれを食べるのを楽しみに墓参りに出たのがさ、墓参りの時は一個もないんだよね。やっぱそう思うと、やっぱり変わってきたなって。だからまあ皆さんも暑すぎたりとかしてね、体壊したり体調壊したりとかしないように気をつけながら、何か植えるものでもちょっとね、早く植えてみようとかね、それ調整してみること、考えてみることをお勧めします。
俺もかなり考えてやり方変えてきて、ここ数年ね、もう品種もどこのものかっていうのも変えてしまってね、やってるんで、うん、あ、美味しいな。そういう気候が変わってきてるってことを前提に考えた方がいいんじゃないかなって思います。毎年この時期になるとね、このいちご、草のいちごね、これをね食べると思い出すの。この時期になれば30年前は1ヶ月遅かったのになってね、お墓参りの時8月15日のね、あの時に食べれたのになって、7月の半ばに食べれるんだなってね。まあそういう昔話も含めてやっぱ気候が変わってきたなっていうこと。人間はいろいろ陰謀論だなんだとか、いろんな思惑、政治的お金を稼ぐためとかでいろいろ嘘ついたりなんだり、自分の都合よく我電飲水でねやったりはするんだけれども、自然はそういうことないから、自分にとって有利なことっていうか、そうはないけども、いかに子孫を残せるかってね、これがちゃんと実がつけられるかっていうふうにさ、温度とかを感じ取ってやってるんだから、やっぱり自然は嘘つかない。最近ね本当にうるさいのよ、セミとかさっき喋ったけどもね、そういうことも含めて考えればやっぱ変わってきたなって。だからまあいろいろとね、地球温暖化は嘘だなのか、なんだっけ、逆に寒冷化に向かってるんだとか、地軸がどうだとかいろいろあるんだけれども、まあ、確かにそういう風に考えるのもありなんだけれども、それを否定するわけではないんだけれども、そういう風に人間社会の小さい部分だけ考えてああだこうだ、言うんでなくて、例えばこういう風に野に出てさ、俺みたいに草いちご、子供の時これはねこのちっちゃいいちごね、お墓参りの時、お盆の時に食べてたなってね、それを楽しみに兄貴の墓参りに来てたと。なんだけれども、その何年か前から気づいたらね、大人になって気づいたらさ、全然食べれなくなったと。お墓のところで植物は生えてるのあるのさ、で実が終わった後もあるのさ、あれおかしいなと思ってね、じいちゃんばあちゃんが死んで、じいさんがこの間死んだんだけども、その時の早めにまあ墓掃除しに行くかって言ったらあったわけさ。でね、でこの畑でもね、ここ逆に標高高いから遅いかなと思ったらもっと取れるんだけども、そういう風になってきたから、やはりね、陰謀論もいいよでいいし、いろんな思惑があって、それを利用してね、補助金出したり再エネ賦課金とかで、ね、ソーラーパネルとかいろいろやってるけれども、そういうだけじゃなくて、やっぱ自然を見て自然に耳を傾けて考えるべきじゃないかなってさ、ね、人間社会にはいろいろ利益があるかないかとかで動いたりとかで捏造したりとか、そういうのはあるけれども、自然においてはとりあえずそういうのはないと思うから、自分の子孫を残すためにはどうすればいいか、どのタイミングで出ればいいかっていうことを考えて、それ最優先に動いてるはずだからね。だからそれを今回はやっぱこのヘビイチゴ、ヘビイチゴとか草イチゴね、でまた思い出したの。毎年前もこういう動画出した気もするけどもさ、なんでこういう風なものを見て皆さん自然を感じ取ってどう変わったかっていうのを考えてみてほしいなって思いますっていう動画でした。みんなのところで早く取れたものとかあったら教えてほしいなと思います。